同じくタイムキーパー西川哲也、コミッションドクター笠原雅人、同じくコミッションドクター清水文則、スーパーバイザーは坂本翔吾、以上の役員で運営しています。本日のメインイベント、バンタム級8回戦を行います。赤コーナー110年のパンド4分の3グリーン津田所属、日本バンタム級6位那須陽介。青コーナー118ポンド渡辺所属、日本バンタム級11位宇都宮。ジャッジ川上淳、同じく大藤孝之、同じく姫野俊道、レフェリー松田孝之。先日ゲームとして紹介いたします。最初のコーナー、那須陽介グリーンスダーソニック。
1995年8月生まれ、大阪市東淀川区出身。デビュー2014年8月、戦績26戦15勝8敗3引き分け、15勝のうち2つの KO 勝ちが含まれています。対しますは大川内海康弘、渡辺所属。1984年3月生まれ、東京都荒川区出身。デビュー2004年9月、戦績32戦17勝10敗5引き分け、17勝のうち10の KO 勝ちが含まれています。
していけ。Yeah.
Thank you.
選手、リキメイジルを担当しました。この主導は赤コーナー、那須選手の有効な引き込みだと思います。採点の結果を発表いたします。ジャッジ川上、ジャッジ大藤ともに78対74、
79対73以上3対0の判定により勝者赤コーナー多数ロスク。勝ちました那須選手、株式会社 HRC 代表の取締役、橋野慎太郎様と、砂田建設株式会社アポス砂田直重様より、消費者賞が贈られます。あの写真を一緒に撮れって言われてたんちゃう？近くの